ヒューサミュエル・ジョンソンはアメリカ合衆国の陸軍将校、実業家、スピーチライター、著述家である。1932年から1934年にかけてフランクリンー・ルーズベルトのブレーンの一員だったことで最もよく知られている。ルーズベルトのために多くの演説を書きニューディール計画の実現に貢献した。1933年に 全国復興庁長官に任命され、アメリカの企業を再編して、競争を減らし、賃金と物価を引き上げるための青い和紙キャンペーンに、精力的に取り組んだ。NRA は1935年の最高裁判決によって廃止され、ジョンソンは1年余りで政権を去った。1882年に、 カンザス州フォートスコットでサミュエル・エル・ジョンソンとエリザベス・ジョンソンの間に生まれた。父方の祖父母であるサミュエル・ジョンソンとマチルダ・マッカラン・ジョンソンは1837年にアイルランドからアメリカに移住し、当初はニューヨーク州ブルックリンに住んでいた。父は弁護士である。彼はカンザス州ウィチタの公立学校に通っていたが、その後、一家は オクラホマン州アルバに引っ越した。15歳の時にオクラホマ州の民兵隊に入隊するために家出を試みたが、町を出る前に家族に連れ戻された。父は彼に陸軍士官学校に入学できるようにすることを約束し、大体の入学許可を得ることに成功した。ジョンソン自身も最初に入学許可を得ようとしていた人物が高齢であることを発見し、 その人物に入学を辞退するように説得した。ヒュー・エス・ジョンソン、イーノック・クラウダー、ロス・コーエス・コンクリング。1917年、キャンプ・アプトンにてジョンソンは1899年に陸軍士官学校に入学し、1903年に卒業して、同年6月11日に第一騎兵士団少尉に助任された。 ダグラス・マッカーサーもウェストポイントの同級生の一人だった。1907年から1909年まではフィリピンのパンパンガに駐屯していたが、後にカリフォルニアに転属した。20世紀初頭、アメリカの国立公園のほとんどはアメリカ陸軍の部隊によって管理されていた。ジョンソンはヨセミテ国立公園とセコヤ国立公園に配属された。 1911年3月11日に中尉に昇進し、1912年にはセコイア国立公園の管理者に任命された。父の後を継ぎたいと考えていたジョンソンは、イーノック・クラウダー将軍の許可を得て、カリフォルニア大学バークレー校に入学し、1915年に学士号、1916年に法学博士号を取得した。 陸軍法務隊に転属し、1916年5月から10月までは、ジョンパーシング将軍の下で、メキシコのパンチをビラ遠征に従軍した。1916年7月1日に大位に昇進し、1916年10月には、ワシントン DC の洋本部に転属した。1917年5月15日に、少佐、8月5日に中佐に昇格した。 1917年10月には憲兵司令副長官に任命され、同月には戦争省の軍事訓練に関する委員会に指名された。ヒューエス・ジョンソン順位に授与された陸軍功労勲章ジョンソンは大意として1917年の徴兵法の施行規則の共同執筆を支援した。彼は議会の承認なしに、 徴兵制を実施するために必要な最初のステップのいくつかを完成させるように命じた。これは議会が徴兵法を可決していなければ、軍法会議にかけられていたかもしれない行動だった。彼は1918年1月8日に大佐に昇進し、同年4月15日に順将に昇進した。35歳での順将昇進は、 ウェストポイントを卒業してから継続して兵役についていた人物の中では南北戦争以降で最年少だった。オルはジョンソンが戦時中憲兵司令官室においてクラウダー12章の下で綿密に監視され厳重に監督されていた限り優れた副官として活躍していたことを示している。彼の才能は 紛争前と紛争中の兵役登録と徴兵の計画と実施に効果的に活用された。しかし彼は決して他の人と円滑に仕事をすることができなかった。ジョンソンは順位賞に昇進した後、1918年4月に参謀本部勾配補給部長に任命され、1918年10月に参謀本部勾配貯蔵。 交通部次長に昇進した。その中で彼は戦時産業局と緊密に連携していた。彼はバーナード・バルークをはじめとする多くの実業家に好印象を与えた。この人脈は後にジョンソンがルーズベルト政権での地位を獲得する上で非常に重要な役割を果たした。 ジョンソンは1919 19年2月25日に陸軍を退役した。憲兵司令官室における業績を称えられ、1926年に陸軍特別功労勲章を授与された。ジョンソンは1919 19年9月1日にモリーン・プラウ社の副総支配人に任命された。モリーン・プラウ社社長、ジョージ・ピークとジョンソンは、 マクナリー方言農場救済法案を指示した。この法案はアメリカ史上初めて農場価格支援を確立した連邦法である。ジョンソンは1927年にモリーン・プラウシャを退職しバーナード・バルークの顧問になった。彼は1932年の大統領選挙で フランクリンディールーズベルトのブレーンの一員となった。彼の主な役割は演説の基礎であり、特にルーズベルトがピッツバーグで行った演説では、フーバー政権の無謀な資質を非難し、非常に保守的な財政政策を求めた。ジョンソンはニューディール政策で重要な役割を果たした。1933年、ルーズベルトはジョンソンを全国復興庁長官に、 任命した。ジョンソンは、イタリアのファシストのコーポラティズムを手本にしたという説も、ある。ジョンソンは、ムッソリーニのお気に入りの経済学者の一人である、ブルーノ・ビアギのザ・コーポレート・ステートという小冊子のコピーを配布した。労働長官、フランシス・パーキンスにも一部を渡し、閣僚にコピーを渡すように頼んだという。NRA は、 業界団体や業界によって作成された規則の下で何千もの企業を組織化することに関わっていた。彼の努力が認められ、タイム氏は1933年のマン・オブ・ザ・イヤーにルーズベルトではなくジョンソンを選出した。彼の評価は1934年までに大きく落ち込んでいたが、歴史家は 仕事中の飲酒が原因で NRA の政策が大きく矛盾していたことを指摘している。労働長官フランシス・パーキンスはジョンソンにファシスト的な傾向があるとして攻撃した。そのためルーズベルトは1934年9月にジョンソンを解雇した。NRA も1935年に廃止された。アーリントン国立墓地のヒューエス・ジョンソンの墓。 ルーズベルト政権を退陣したジョンソンは、全国史のエッセイストとして活躍していたが、その後は、政治評論を専門とする新時系都市のコラムニストとして活躍するようになった。1936年の大統領選挙では、ルーズベルトを支持したが、1937年に、司法制度手続き、改革法案が発表されると、ルーズベルトを独裁者だと非難した。 1939年にはアメリカの孤立主義を支持し、1940年の大統領選挙では共和党候補のウェンデル・エル・ウィルキーを支持した。ヒューエス・ジョンソンは1942年4月に廃炎のためワシントン DC で死去し、アーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。